小室圭さんとマコさん夫妻が14日、羽田空港から米・ニューヨークへ旅立った。出発地の羽田空港の出発ロビーの保安検査場には約100人のファンや出発客などが待機。門出を祝おうと準備していたものの2人は姿を見せることはなく、登場した。午前10時前には人だかりが最高潮に達し、ロビーは熱気に包まれた。 しかし、警察官の、もう登場されました、という声が飛ぶと、三三午後に解散となった。プロ野球、ヤクルトのユニフォームを着て、高津監督の名言、絶対大丈夫、という手書きの紙を掲げて待った三重県の54歳会社員男性は、仕方ないですね。でも思いは届いたと思います、と話し、二人の登場機を見送るべく展望デッキへ急いでいた。